アイランドエアはアメリカ合衆国ハワイ州ホノルルを拠点とする航空会社。ハワイの島々の間でプロペラ機による旅客業務を行っている。コンチネンタル航空、ハワイアン航空、ユナイテッド航空との間でコードシェア便を運航し共通のマイレージサービスを提供している。また、アロハ航空とも同社が 旅客路線運行を停止する2008年3月31日まで、マイレージサービス提携を行っていた。1980年、コロラド州の企業により、創設、当初は、プリンスビル航空という名称で、DHC-6 を発揮を所有し、ホノルル国際空港とプリンスビル空港を結ぶ、路線を運行していた。1987年、アロハ航空グループに売却され、 アロハアイランドエアーアロハアイランダルと名称変更。アロハ航空がボーイング737で運航できないコミューター路線を運航していた。1992年、アイランドエアーアイランドエアーという名称を商標登録。1995年には連邦航空局の許認可を受け、DHC-8 を導入。2003年12月。 ガボルニホールディング LLC がアロハ航空グループからの同社の買収を発表2004年5月11日に買収が完了ハーイ州第3位の独立航空会社となり社名がハーイアイランドやリンクとなった2009年現在ホノルル国際空港リフエ空港モロカイ空港ラナイ空港カフルイ空港カパルア空港コナ国際空港 広国際空港の8空港に就航している。2013年2月27日、同社便も就航している、ラナイ島の98%の土地を個人所有している、オラクル CEO のラリー・エリソンが同社を買収したことが発表された。ダッシュ8から 100ATR72 アイランドエアの機材は以下の通り、現在、ありがとうございます。